今日は、今回はクリスマスまでにあの方から、皆様の大好きなあの方、はい、連絡取れないあの方も含めて、皆様の大好きなあの人から行動はありますか？あの人は行動する気はあるのですか？ではそれはいつなの？ということで占ってまいりたいと思います。はい、はい、今日は2択でまいりたいと思いますね。はい、まず1番の方、はい、こちらのカードになります。見てください、かわいい。タロットカードとね、オラクルカード、ルノルマンカードを使って今日は占ってまいりたいと思います。と1番さんの、選んでいただく絵はこちらですね。キューピッドさんのね、あの前回も使いました。前々回ですかね。はい。もうね、いっぱいハートを持ってたカゴに入れてたのも全部出しちゃうよみたいなね、カードですね。可愛らしいですね。はい、でこれが1番様のカードになります。はい、はい、では2番様のカードになりますけども、エンジェルさん、このカードですね、かわいい。あ、なんかね、今日のバッグのお花もこれはトルコキキョウさんで、紫のとっても綺麗なお花ですが、それとはちょっと違うかな。紫の綺麗なお花の上に乗っかったキューピッドさんを、他のね、2人のキューピッドさんが引っ張ってってくれてる。早く、もっと早くね、焦げよみたいな、焦げじゃないかな、早くもっと引っ張ってよみたいな感じですかね。はい、なんかめっちゃ可愛いですね。はい、でこれが2番様の選択のカードになります。はい、はい、1番様の、今日はグランタブローで行くんですけども、ルノルマンカードのでグランタブローで占っていきます。あれですね、使うルノルマンカードはこちらのアンダーザロージスさんから使いますね。前にも使いましたけど、とっても絵がね、あの素敵な、なんかドラマのね、あのドラマから作られたルノルマンカードみたいなんですけど、とっても雰囲気があってね、綺麗なカードになります。はい、はい、それでは早速1番の方の、占っていきたいと思います。はい、まず、あなた様のカードこちらに出てますね。はい、こちら、レディのカード、もしもあなた様が男性であっても、性別問わずレディのカードがあなた様のカードになります。そしてこちらに、ジェントルマンのカードがございますが、こちらも性別は問わず、あなたが男性であった場合、お相手の女性または、まあ、男性の場合もありますよね、ジェントルマンはお相手になります。はい、はい、ではあなた様のカードからいきますね。で、縦のところであなた様の状態を見ていきます。で、あなた様とお相手様は実はあれですね、1列目2列目のところで、ちょっとまあでもこの36枚から見たら離れていないですよね。はい、お気持ちの方はあんまり離れてないようですよ。はい、で、あなた様とお相手様は向き合ってる。ね。向かい合ってる方向にいらっしゃいます。で、まずあなた様のところから、はい。ね、このザ・ロケットは、ハートの意味ですから、ね、愛情を持った、はい。女性ね。はい。愛に溢れた女性、愛される女性、愛されるあなた。ってことで、で、ね、ガーデン、ね、お人付き合いがいい。お方ね、でロマンチックなね、恋をするってことになってますね。ルノルマンカードで月のカードはね、はい、
タロットと違ってロマンチックなっていう、ね、意味があってとってもいいカードになります。はい、ロマンチックな恋愛をするあなた様ね。もしかしてお知り合いになったのはガーデン、あれですね、コミュニティってとこですから、もしかしたら飲みに行った先、会社ね、または、SNS とかでね知り合った、ね、たくさんの人がいる場ということでガーデンという、あなた様ですね。そしてお相手ですけど、角でね、ルノルマンカードって見ていくんですけれども、今ねちょっとロマンチックなね思いを持った男性、はい、で手紙のカードもありますから、ね、連絡したいなと思ってるのかもしれませんね、あなた様に。はい、そしてクロクタはお仕事でお忙しい状況かもしれません。はい、でねちょっとねネズミのカードがありますから、ちょっとなんかまあちょっとした障害があるのかもしれないですね。はい、第三者とかね、もしかしたら邪魔をする人、ライバル、仕事で邪魔をする人、お相手がなかなかお忙しくって会えなくなるような状況を作る人、はいね。でこの愛のねところに横に雲のカードがありますけど、雲は不安になるとかね、あとあれですね、ちょっと山マウンテンのカード、これもちょっとしたね障害とかね、ちょっとそういうねお邪魔が入りやすい関係性があるのかもしれないです。あとあなた様とお相手、まあ縦のとこで見るんですけども、もしかしたらお二人ともそうかな、ちょっとね一番のカードのところにチャイルドがあるんですけど、子供ですよね、子供、ちょっと無邪気、子供っぽいとこがある男性ね、お相手、あなた様もちょっとそういうところがあるかもしれないということが出てますね。はいはい。あとですね、ルノルマンカードは角で見るんですけども、ちょうどお相手様もね角のとこに出てらっしゃる。そしてこのチャイルドのカードね、クロスロード、ちょっとね岐路にいるのかもしれない、二手に分かれる分かれ道ね、どうしようかなって、どっちに行こうかなってところなんですけど、でもライダーのカードがねやはりね36番のところに、最後のところに1番のカードが出てるってのもすごいんですけど、ねちょっとね本当はすごいスピードのあるカードなんですけど、36番っていう最後のところに出てるので時間がかかるかもしれないけれども、お相手様はご自分の意思を決めてね、あなたのところに行くよっていうカードが出てます。でも今ちょっとねお相手様はもしかしたらなんか子供の問題、子供の頃からのインナーチャイルドの問題、ちょっとね子供っぽさ、未熟な部分っていうのかな、精神的なそういうところがちょっと終わりなのかもしれません。もし違ってたら違うところでその部分はカットしても見てください。とにかくね、どっちに行こうか迷っていらっしゃる。で、決めてくるけれども、時間がちょっとかかりそうかなっていうところが、ね、角の4つのところから出ております。はい。はい。ちょっと時間かかるかもですけど、ここの36番のところと、その前に、リングのカードね。はい。求婚ですかね。はい。そのね、お気持ちを持って、ちょっとね遠方かもしれない、もしかしたらちょっとね離れてる方かもしれないね、外国にいらっしゃるのかもしれない、でもちょっと時間かかるけど行くよっていうね、そしてねリングをお渡しするような契約を交わすみたいなね、そういうことがあるというふうに出ています。はい、でもではどのぐらいねかかるんでしょうね。はい、でですね、その、このシップのね船の隣のところにユリのカードが出てるんですけど、ユリのカードは秘密の恋みたいなこともね表しますので、もしかしたら秘密の恋をされていて
ちょっとね、いろいろね、ご決断されたり、クロスロード、さっきね、一番上に、ここに出てましたけど、迷ってらっしゃって、時間かかるかもしれないけども、ね、契約を交わしに行くよ、ね、愛の契約を交わしに行きますよっていうカードが出ています。はい。はい。では、お相手様のお気持ちのところで、もう一番初めにね、引いてありましたんですけど、タロットカードから、ペンタクルの5と、あと、ウィスパー・オブ・ラブさんから、ね、The Union of Hearts。The Union of Hearts ですか。はい。のカードが出ております。それも読んでまいります。はい。では、ペンタクルの5からいきましょう。ペンタクルの5は正位置ですと、ちょっとね、貧しくて、なんかね、なかなかちょっとあれで、救済を受けるというカードになっておりますね。で、それが逆位置なので、なんだろうな、東大元暮らしというか、はい。ね、もしかしたらね、思わぬところに、そうですね、豊かさがあったよっていうことなのかな。はい。で、そして、こちらの、もう本当素敵。いいですね。ウィスパーオブラブ。このね、絵のね、綺麗な天使さんのカードなんですけど、やはり、あれですね、ロマンシングエンジェルさんと同じように、すごくメッセージ性が、愛のメッセージ性があるカードになってますね。はい。で、こちらの、The Union of Hearts。A Love Communication?なんだ、ディフィックスエクスプレネーションですか。はい。こちらは、説明のつかないね、愛のね、つながり、これはね、特別ですよって。はい。ね、木のね、精霊になってるお二人がね、抱き合ってね、キスしてる。ね。言葉では定義できない。そう、説明がつかない愛のつながりがあるよってことですね。ね。まさかこの人とこの人が、みたいなね。でもこの愛はすごく心地がいいと。はい。で、完全にね、フィットするということです。ね。あれです。親子でもね、恋愛相手でも特別な友情でも良い。うん。はい。The Union of Hearts。ね。心のね、融合っていう意味ですね。はい。ね。そう、人間関係。あなたの人生において、愛が持つ意味を認識することが大切ですよっていうことですね。はい。ね。バランスを大切にして、ね。あなたの人生において重要な関係がある。ね。ね、そういうね、関係性をね、大切にね、して、愛を果たしてくださいよっていうカードになります。はい。ね、これが、お相手からの気持ちなんですね。お相手とあなたの気持ちかな。はい。ね、今、お二人のお気持ちはこういう感じでございます。はい。はい。そして、お二人はどうなっていくのかということで、ソードのナイトと、はい。ねえ、またこれも素敵。Love Endless ですね。はい。出てます。はい。ソードのナイトは、正位置で出てますね。これはとってもね、スピーディーにね、決断して、行くよっていうカードになるんですけども、救世主がね、現れる。っていう意味もありますね。ですから、お二人の間に何か助けてくれる人、ご友人だとか、何かね、そういう助けになるような出来事があって、お二人は会える。ね。というようにカードは出ています。はい。そして、この Love Endless ですね。もう見るからに素晴らしい。なんかね、すごいなんか宝とか、なんかね、お二人がいて、ね、お二人のために音楽を奏でてくださる天使さんですかね、がいて、
ね、素晴らしい船に乗って船出しますね。 Love does not give up、lose face、はい、Love is hopeful and withstands every situation ってことですね。つまりあれですね、これは愛は諦めないねってこと。で、信念もね、フェイスですから失わない。ね。愛は希望に満ちていて、どんな状況にもね、耐えるよって、どんな状況にも耐えていくよっていう、ね、とってもね、強いカードになります。ね。そうですね。そう、若いカップルがお互い寄り添って船に乗っていますけれども、ね、荒波にね、遭遇するかもしれない。だけど、諦めないよっていうカードになりますね。ですから、あなた方お二人の愛は、はい、ね、お相手の方も、行きますよって言ってる。うん。だから、バッチリですよ。おめでとうございます。パチパチ。はい。それでは、はい。いつ頃ね、お相手が、ね、来てくれるの？ね、いつ会えるの？いつね、行動してくれるの？ってことで、はい。太陽のカードで見ますね。太陽のカードがありますのが、こちらですね。太陽のカード。これ9枚ずつから18、19、20、21、22、23、24、24日後。はい。または24時間後。ね。ただね、ちょっとね、ここに時間かかるよって、ありましたね。この、本当は早掛けの機種が36番目にあった。でも、契約を交わしにリングを持って来てくれる。うん、素敵。そういう関係性でない方は、まあ、告白とかね、あなたに会いに来てくださるっていうことですね。はい。ですが、ちょっと遅め、36だからね、36。ね、まあ、早くて、さっきも言いましたけど、そう、24だっけね。うん、じゃあ、19、20、21、22、23、24時間後ってことはないな、24日後ってことは、あなたが見た時から、今日は、11月10日ですから、24日後っていうと、12月4日ぐらいですかね。はい。31週後ってことはないと思うんですけど、でもね、朝24週後ってことはないと思うんですけど、24ヶ月後っていうのは、もうね、クリスマスまでにっていうのはダメですから、まあ、12月4日っていうのが一番濃いんじゃないかなって思います。または31日後、ね、太陽のカードで、はい、36日後ってなると、11月10日でしょ？ 12 月、クリスマスまでには間に合いますね。はい。24、25、26、27、28、29、30、12月12日。または、あと5日後。だから、1、2、3、4、5。12月16日かな。ぐらいになると思います。はい。で、これは本当にそうなのかなってところで、実はね、ズバリの12月、そうですね、クリスマスまでってことですから、本当に叶うかなってところでちょっと見たいと思いますね。はい。で、それがラストカードになりますんでございますが、こちらの1番を選ばれたあなた様。はい。で、ここに初めに選んでましたあなた様のカード。はい。こちらが、ストレングス。うわー、すごい。素敵、愛に向かってね、進んでいくよっていう強いカードになりますね。はい、素敵です。そしてこれが、はい、エンジェルアンサーさんなんですけど、
マリッカが選んどきました。はい。で、こちらでもうすごくね、鋭くね、時に残酷に、ね、イエスとかノーとかね、はっきりとね、答えをくれるんですけど、じゃあやってみますよ。12月24、クリスマスまでにお相手様は来てくださいますか？はい。じゃーん。Choose a new direction. はい。すごいですよね。新しい方向性を選んでっていうカードが出ちゃったんで、ちょっとこれじゃわかんないので、また引きます。はい。エンジェルアンサー、オラクルカードさんから。お、これ飛びすぎ。はい、イエス、イエス、大丈夫ですね。おめでとうございます。もうよかったよかった。新しい方向性を探してってどういうことよと思っちゃいましたね。はい、イエスです。はい、あなた様は、一番を選んだあなた様は、あなたの大好きなあの方に行動を起こされます。そしてそれはクリスマスまでに叶います。おめでとうございます。はい。以上で2番を選ばれた方のリーディングは終わります。はい。では2番の方のリーディングに行く前にシャッフルをしたいんですけれども、その前にカードのご紹介をします。すいませんね、これねとっても美しいカードで、はい、フランスのルノルマンカードですね。はい、マリッカは手に入れましたよ。私が持っているカードの中で2番目に高いです。すごく小さくて、こんな手にね、こんな乗っかっちゃうぐらいちっちゃいカードなんですけど、絵がね、すごい綺麗なんですよ。今ね、やってきますからね。あ、かわいいワンちゃん。うん、かわいい。で、フランス語でね、書いてありますね。わかるのとわかんないのとありますが、まあ、絵柄でね、読めますから大丈夫です。はい。では、いきます。出ました。はい、読んでいきたいと思います。はい、それではムッシュですね。ムッシュのところが、これはお相手様ですね。そしてこちら、あなた様、ドレスの素敵なね。はい、でまずあなた様のところから読んでいきたいと思います。あなた様は今ね、ちょっとね、大変なお仕事とかね、なんか大変なことあるかもしれないんですけれども、割と落ち着いている、ね、怒りのカード。で、そして、ルナーですか。はい、月のカードもあるし、その上に鍵もある。なんかちょっと素敵ですね。はい。で、ね、親しみやすい、信頼のおける、ね、信頼してる。相手のことですよね。で、ブーケ、うん、いい感じですね。ただちょっとサーペントって、これヘビもある、うんって感じ。とこちらのムッシュ、お相手様のカードの上にと雲のね、カードがある。雲はちょっとね、やっぱり不安だったりとか、なんか悩みがあるみたいですね。で、このね、魚いっぱい、お金たくさん稼がなきゃいけないっていうようなね、ちょっと豊かになるの頑張んなきゃいけない。でもその下に星のカードと、その横に太陽のカードがありますね。だから、うん、なかなかいいんじゃないですかね。まあまあってとこですかね。はい、ちょっと悩んでるところがありますが、はい。で、角角で見ていきます。
そして、これですね。このね、騎手がね、のところ。ちょっとやっぱ騎手遅めですよね。のカードの隣でに、一番の方と同じようにね、リングのカードが来てますね。ちょっと時間かかるけど、契約を結びに、契約の恋の契約。はい。ね、結婚とかね、付き合ってくださいとか、言いに行くよっていうカードになりますね。はい。ですから、そういう行動はしたいなって思ってるようですね。はい。で、お相手様、ちょっと不安もありますけど、下のところに星のカードも出てるので、ね、お金いっぱい稼いで、行かなきゃいけないのかな。やっぱりね、結婚とかお付き合いするのにはお金が必要ですからね。っていうことを考えてますね。はい。それでは、お二人の今の状況やお相手のお気持ちですね。はい。タロットカードの方は、ジャッジメントですね。審判のカードが出てます。はい。で、あれですね。ウィスパーオブラブ。は、フォーギブネスですね。はい。はい。まず審判のカードの意味としては、まさにね、はい。報われるとか、ね、朗報が来るとかね。あと、祝福、ね。あと、決めたよっていうね、意思を決定しますっていうことですね。はい。すごいいいカードが出ております。はい。そしてこのフォーギブネスですけど、これは、はい、許しっていうカードですね。 Nothing is gained by road onto past disappointment か、はいですね。過去のね、失望にしがみつかないで、ね、そういうことしててもね、何もいらんないよってことですね。自分と他人を積極的に許して、将来へのね、成長への扉を開きましょうということですね。そうですね。ね、過去にね、なんかね、やっぱりね、相手にもしかしたら何か、傷つけられたとかね、お互いに傷つけてしまったとかっていうことが、にを選んだね、あなた様にはあったのかもしれないけれどもね、その状況をね、許し、お互いを許すね、そうしてそういう状況を変えようとする意思をね、このカードは象徴しているって感じですかね。はい。うん、ポジティブなね、結果を得るためにはやっぱり許しね、お互い許し合って、許しは自分の利益のために行う選択、結局は自分のためになるんだよってことを忘れないでくださいってことですね。はい。今そういうカードが出てますね。はい。はい。では最後に2番を選んだこのね、紫のお花の車、花の車に乗った、はい、天使さん、早く引っ張ってよって言ってるこのね、2番を選んだ方の最後にメッセージカードね、を開きたいと思います。一番初めに開いてありました。はい。はい。うん、素敵ね。カップの2ですね。カップの2はね、もう本当にね、あれです。ご褒美カードっていうか、祝福カードですね。はい。良縁に恵まれましたよっていう意味。あなた様のね、恋愛は良縁なんですよ。ね。障害がね、多くてね、お辛いこともたくさんあるかもしれない。でも、とってもね、良い縁なんです。ね。はい。それを忘れないでくださいね。そして、じゃん。エンジェルアンサー様。はい。あれですね。お二人が、はい。クリスマスまでに会えるのか。ね。はい。ね。来てくれるのか。
ね、連絡があるのか、はい、行動してくれるのかっていうのを見るカードでございます。はい、じゃあもうズバリやっちゃいますよ。はい、じゃあじゃがじゃんピロリン、はい、よかったオポチュニティのカードですね。でこれはもう本当にその通りですね。いいチャンス来るよってことです。良い機会っていう意味ですからね。でもう本当にね、これ見てください、もう黄金が降っちゃってね、このね天使さんの上からね、おめでとうみたいな感じですね。ですからあなた様の願いは叶います、おめでとうございます。パチ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 。ではそれがいつね、何日後かを見ていきたいと思います。はいはい。それでは太陽が出ているところで数えると言いましたよね。はい、ですから9、18、19、20、21、22、22日後っていうことになりますので、今日から22日後、はい、となりますと、12月20日です。12月2日にお相手様は行動を起こしますね。チャンス到来です。よかった、嬉しいです。はい、そしてちょっとね、それよりもね、長いってことはないと思いますね。まあ、22時間後っていうのはちょっと早すぎるから、ちょっと時間かかっちゃうわよっていうね、カードがここにも出てましたんで、だいぶ遅めでしたよね。36、35、34、そうだな、後ろから1、2、3、4、5、4番目、5番目のところにね、連絡があるよ、ね、いい、ね、契約しに来るよって来ましたから。でもね、もしかしたら連絡があるのは22日後ですが、その後ちょっと時間かかっても、ね、いい契約が思ってお相手様がね、あなた様のところに来てくださるかもしれないっていうふうにカードは言ってます。おめでとうございます。はい、それでは2番を選ばれた、はい、ね、方、あなた様の、ね、リーディングはこれで終わりです。ありがとうございます。はい、はい、今日もどうもありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今日の、お花なんですけど、こちらはトルコキキョウですね。すごいもう八重が美しいですね。はい。で、トルコキキョウの花言葉ですけれども、ちょっと調べたんですけど、清々しい美しさ、優雅、優美という意味があるそうです。その中でも紫は希望という意味があるそうですね。はい。明日は、令和3年、ね、11月11日で、とってもね、パワーがある神聖な日だって言われていますね。1111はとってもね、神聖な数字だと言われてます。エンジェルナンバーでもね、一番ね、強いパワーがあると言われてますね。はい。ですから、そのね、11月11日というね、一粒満了日っていうんですか、はい、とってもいい日を利用して、ね、これから1年でやりたいこととかね、お気に入りのね、ことをノートに書く。ね、頭の中でね、想像すると忘れちゃうので、やっぱりね、ノートに書くといいと思います。ね、その日にね、なんかね、感じたこととか、そういう気づきがね、これからのね、今後のあなたのね、すごくね、運命とかをね、左右したりするというふうに言われてます。ですからね、
せっかくねいい結果が出てもやっぱり心の中でねブロックかけちゃって どうせ無理かなとかって思ったらやっぱり叶わないので、やっぱりね明日感じたこう自分の中でね良い気づきを書き留めて、はい、やりたいこと叶えたいことそういうことをね書くと、ね、もっとね叶いやすくなると思います。ぜひやってみてください。はいはい、ではどうもありがとうございました。よかったと思ってくださった方、はい、どうぞねコメントをお待ちしてます。とってもねマリッカ楽しみにしています。ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。はい、ではまた会いましょう、ね、ムーチャスクラシアス、アディオース。